仙台高専のチームラッカより高橋優さんで、ゲームタイトルは落ち花です。それでは高橋さん、どうぞ。はい、大きな拍手を迎えください。皆さんこんにちは、仙台高専の高橋優衣です。私たちが開発した落ち花はパズルと避け芸を組み合わせた新感覚のゲームです。それではこちらの動画をご覧ください。このように両プレイヤーは無数に流れてくるピースの中から自分の欲しいピースを取得し、いらないピースや黒いピースを避けながらパズルを組み上げます。ピースの取得には、取得した位置に落とす方法とホールドという取得したピースを持っておき好きなタイミングで落とす方法の2種類があります。下のパズルエリアでは同色のブロックを4つ以上つなげると消すことができ、消すこともできない黒いピースとして相手のフィールドに振らせることができます。ピースを消すことで奥義ゲージがたまり、奥義が発動できるようになります。奥義には磁気や落ちてくるピース、相手のフィールドに影響を与えるものなど様々な種類があります。相手がパズルエリアを越えてピースを積み上げることで勝利になります。奥義を駆使して黒いピースを避けながらパズルを組み上げ、対戦に勝利しましょう。後方のブースにて試遊ができますので、ぜひ遊んでみてください。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、審査員皆さんいかがですか。はい、澤田さんお願いします。はい、これアプローチ結構面白いなと思っていて、結構興味持ってたんですけど、一つだけ教えてください。プレゼンテーションが方法論に終始してたと思うんですけれども、達成したかったことは何ですか、このゲームで。達成したことです。パズルと余計芸を組み合わせた新しいゲームが私たちは作りたかったんですね。あ、じゃあもうどういう体験をさせようとかじゃなくて、こういうシステムを作りたかった。こんなゲームが作りたかったっていうものです。あ、なるほど、わかりました。それは達成できた。で、実際にその学内での後輩や同級生、先生方に遊んでもらって、あ、なるほど、これって避けてれば頑張れるのかとかっていうふうに、実際ゲームのフィードバックをもらえて、自分たち的には達成できたかなと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、さあ、他の審査員の方いかがですか。はい、松山さんお願いします。はい、ひょっとしたらちょっと総括的な話になってしまうのかもしれないですけども、このチームに限らずですね、私は、去年もいくつかチームのタイトルを見てきてますし、アドバイスもしてきてますので、皆さんいわゆるゲーム制作におけるその自分たちがこうイメージしたものをシステムに落とし込んで、何をどうすれば達成できるのかっていうゲームのシステムの構築っていうものは、どれもできてると思います。いわゆる第一段階はできてると思いますけど、どの、タイトルもですね、第ゼロ段階がやっぱりできてないんですね。そもそもの話なんですけど、ちょっとこれに限らずなんですけど、カメレオンの仲間を助けてゴールに導きたいとか、光のラインをゴールにこうつなげたいとか、スイカやハンバーガーを仕分けたいとか、皆さんの人生の中で一度でもやってみたいと思ったことあります？時給もらっても嫌じゃないですか。ゲームってですね、やっぱし、先ほど大沢さん言われたように、プレイをして、それが偶然性であれ何であれ、自分が天才なんじゃないかっていういい気になれる瞬間がある、その気持ちよさがあるから、やっぱゲームって遊びたくなるし、中毒性があってもっともっとって気持ちになると思いますけど、その第ゼロ段階の設計がどれもやっぱ抜け落ちてしまってるんですね。もちろんものづくりの入り口として必要なのは作りたいっていう気持ちです。これはすごく大事で、皆さんそれはある意味第一段階としては達成できてるかもしれないですけども、まずもってあなたたちが作りたいだけだったら、お客様あなたたちだけですよ。赤の他人に振り向いてもらうためのやっぱアイディアをまず商品の中に込めないと。商品イコール作品ですから、今は誰にとっても関係のないやっぱ作品になってしまっているので、そこのやっぱこうものを作る上での第ゼロ段階のことをやっぱもっともっとやっぱ考えてほしかったですね。ちょっと応援しに来ているので、全面的なダメ出しをしに来ているし、もちろんないんですけども、ちょっとやっぱすごく第一段階ができているからこそね、欲もこっちも出てきてますんで、そこをもっとやっぱこれから考えて改良をちょっとやっていってほしいなと思います。ありがとうございます。はい、何か返せるコメントあればどうですか。大丈夫ですか。
ね、あの午前中の IT 部門も共通してるんですよね、はい、あのユーザーにどんな体験をしてもらってどこへ連れていきたいのかっていうところですね、そこがあって皆さん の、ね、あのお力が発揮されるところがあると思うんでね、はい、ぜひまたそこを、ね、あの学びとして、ね、頑張ってください。このチーム人数多いです ね、結構にチームワークも大変だったかと思いますからね、はい、ぜひまたねチームの皆さんに話し合っていい作品ブラッシュアップしてくださいね。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。